本日は新平さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ちょっとさ、はい、俺さ思ったの、はい、最初本当に最初の頃出たじゃん。そうです、ね、多分本当初期だよね。はい、もう1本目とかでしょ。そうですね、テンション違いすぎてびっくりしたわ。緊張しました。ちょっと今ビクってなっちゃったね。はいはいはい、いやもう、はい、素晴らしいですね。この何ヶ月かちょっと慣れました。いやもう慣れた感がすごいわ。びっくりしました。いや人って成長するんだな。成長しました、うん、はい、はい、で村田タムさんとのコラボが決まったので、あらツーバスがエグいんですよ。村田タムちゃんは僕もライブ何回か見たことありますけど、はい、エグいっすよね、もうエグいツーバスと、はい、もうめっちゃ激しいドラムを叩くので、はい、そんな曲やっちゃうんですか。そうなんですよね。めちゃめちゃハードルね高いよね。そんな踏めないのに。いやいや、もうそこはもう頑張って練習して、はい、ね、気合で、そうそう、なるべく完成にね、はい、こう近づけるように、あの僕でよければ力貸すので、はい、よろしくお願いします。 OK? OK です。というわけで、なんかもうちょこっと曲はレッスンしてるんだよね。そうですね、ヒューガ君に、はい、はいはいはい。というわけでインテンポが146、はい、元のテンポが、うん、なのでそっから少し落として90%ぐらいにする。ツーバスってゆっくり練習するのもちろん大事なんだけど、結局ゆっくり練習して、はい、最終的に速くするっていうパターンもありなんだけど、はい、俺がずっとやってきたのはもうその曲のテンポでひたすら練習してた。俺落として練習したことってなくてツーバス。そうなんですね。一回もない。そう、あの人によって多分違うと思うんだけど、はい、俺ツーバスって基本的に練習したことはあんまり実はなくて、曲の中で使って練習してっただけなので、はい、だからテンポも落としたことないし、ひたすら頑張ってそのテンポで踏み続けた結果できるようになってきたって感じなの、はい、だからゆっくり練習した後にインテンポでもちゃんと一回ツーバス踏めるかどうかっていうのを両方やった方がいいよね。でちょっとずつ遅いテンポをこう近づけてっていう練習、ゆっくりからどんどん上げていくんじゃなくて元のテンポにも戻してやった方がいいと思う。これだとツーバスで言うと遊びか、A メロの足のパターンってほんと難しくてすごくよれやすいのね、はい、っていうのと16部の2拍目の16部の2つ目、はい、ドンタトントパドンタトン、ここの3つ目が踏めない、ドンストっていうのはまあできるんだけど、はい、16部の2つ目ってすごく難しくて、はい、要はここの16部の2つ目っていうのはすごくやっぱタイミング的に難しくて、はい、最初のレッスンでも多分やったと思うんだけど、はい、上を8ビートで、あのここの16部の2つ目っていうのはすごく難しいから、はい、で特に2ビートドッタドットタンとかドッタンスト、ドッタンツトタンドッタドントタンってすごくよく出てくるんだけど、はい、ここがやっぱよ16部の2つ目が一番やっぱ寄れやすい。140インテンポでやるとなると、はい、結構早いから。表拍のところにどうしても入っていっちゃう、ドッタドンドタンっていうのが鋭く入んないとちゃんと裏に入れる意識、うん、ドンタドンドタンのスネアがすごい前にいる、すごい前に走ってるから、まず1拍目の裏の、あ、8部か、もうちょっと後ろ、後ろね、うん、クリック倍にしたらすごくいい感じなんだけど、はい、その後のこのドタンがすごく揺れてることが多い、はい、でドンタドンタタンやった後にすぐまたリズムが来るわけじゃん、はい、でこういうリズムやった後って戻るときに遅れやすいの結構、あ、何でもそうなんだけど、フィルインとかやった後、はい、なんかフィルインあるじゃん、でグランタン、そのさ、うん、A メロ前のさ、こういうリズムとかやった後に、はい、すごく慌ただしいから、
遅れてっちゃったりするの、帰りが遅れたりとかもたったりとかしやすいから、うん、俺もよく昔言われてたんだけど、フィルインやった後の次のセクションに行くときにしっかりリズムをはめる意識、はい、すごい寄れるから、やっぱみんな、そういう練習ってすごい大事で、はい、揺れないように、うん、でもこのリズム揺れやすいから、だからすごく難しいところだと思う、はい、うん、だからしっかりダウンタドンとターンの練習はした方がいいね、はい、うん、今のリズムもそうだし、その後半はあのリズム、普通のリズムの中に足入ってくるじゃん、はい、両方練習するっていうね。そしたら、またテンポ130で、はい、1234今一拍足りなかった、ちょっと曖昧なんですね、タタタの後半ね、この後半になってからはやっぱすごく難しいから、はい、こう意外と A メロは鬼門っていうか速くなるとすごく難しいリズムだよね、はい、ちょっとさクリックなしでいいから、はい、やってみようか、ドッタドンドタンドッタドンドタン、なんだけど、はい、ドッタドンドタンのリズムやるときに、はい、ハイハットが8部で今動けてないのね。そしたら、はい、もうちょっと初歩に戻って、はい、ドッタンツトタンでいいから、はい、まずは8部で手を動かせるようになる、なれば一番いいから、はい、今のは全然いけるじゃん、はい、足がやっぱ16分の2個目入ってくると難しいのかもしれない。逆に全部16分の2個目やっぱね、ストターン、まあそうだな、16分の2個目、4個目、はい、これもこういうのがすごく綺麗にできるようになると多分はめやすくなってくるから、うん、結構難しいよね、その感覚、16分の2個目、4個目のその感覚が入れば、はい、すごく綺麗にあの足が入ってくると思うので、で結局要は16分の2個目、4個目ってハイハットとハイハットの間なわけよ、ハイハットの手につられないようにちゃんと間に入れる、16分の足2個目、4個目にしっかり入れる、はい、これむずいね、ちょっと2バスの方も見てみよっか、どこ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 ね、俺褒めて伸ばしたいんで、どっちかっていうと、だからいいところすごいいっぱい褒めてあげて、ね、うん、楽しく叩くのが俺は成長の近道だなと思ってるんで。うん、
Groovin'。